皆さんこんにちは、ドリフターバッケラートークです。皆さん元気ですか？こんなサングラスをかけてね、本当に申し訳ないですね、ごめんなさいっていうことで、今日はですね、別にこのサングラスをかけてみんなに僕の顔を見せたいってわけじゃないんですけど、今日は皆さんに違いやってるサングラスを一個紹介したいと思うんですが、このサングラスなんですよ。ダンシェイディーズですね。前も一回紹介したんですけど、このダンシェイディーズめちゃくちゃいろいろな特徴があります。でね、この間ね、この画像も見ても分かる通り、マウンテンベースの方で展示会をやったんで、その時の様子を踏まえて一緒に皆さんにも説明したいと思います。ゴー。はい、基礎知識なんですけど、まずダンシェイディーズっていうのはアメリカのソルトレイク、ユタ州ですよね、ユタ州のソルトレイクで始まったブランドで、2008年にクリスっていう子を始めたんですよ。クリスはもともとプロスノーボーダーですね。でそいつが始めたやつで、まあ、いろんなところで使えるサングラス、ただサングラスってやっぱ高いじゃないですか。通常3万4万するのいっぱいありますけど、そこだとなかなか思いっきり遊べなかったら、傷つけちゃったらすごくね、ショックの方が大きくなっちゃう、楽しみのショックが大きくなっちゃう。あと最悪なくしたとしても、まあそれはまあなんとか抑えられるっていうぐらいの金額で作ったのがこのダンシェイディーズなんですね。それ一番初め紹介するのはこれなんですよ。ロコとフェントンっていうモデルです。ね、これ見てください。このロコとフェントンはね、このダンシェイディーズの中で一番オーソドックスなモデルなんですけど、こうやって見てください。こんな感じになりますね。ロコっていうモデルが一番、まあ、オーソドックスなタイプなんですよ。まあ、どんな顔でも似合う。僕らから結構かけられちゃうんですけど、ここら辺がすごくいいところですね。これがフェントンっていうやつなんでしょう。このフェントンね、これね、このフレームが薄くてね、これ結構ね、おしゃれに見えちゃう感じなんですよね。はい、こんな感じなんですよね。で、こんな感じで出てるんですけど、まず一番の特徴としては、プレミアムレンズっていうのがある。このプレミアムレンズだけは、レンズは日本製なんですよ。じゃあ、プレミアムレンズ何なのっていうところなんですけど、これは曇りづらいんですよ。かけてても、本当にね、なかなか曇らなくなるんですよね。それで、このレンズ、もちろん偏光レンズなんです。ダンシェイディーズのレンズはみんな偏光レンズなんですね。値段も安くて、この偏光レンズっていうのがいいところですね。紹介するのがこのモデルですね。なんかちょっとおしゃれっぽい、このね、イースタハムっていうモデルですね。かっこよくないですか？僕なんかこの色好きですね。これかっこいいですよね。これ実はこのフレーム部分あるじゃないですか。これを再生素材を使って作っているところがこのブランドのいいところですね。再生素材を考えると結構ね、皆さん高くなるんですよ。商品自体の再生ペットとか再生 ABS とか使うと非常に物自体が高くなるんですけど、この再生素材を使いつつこの値段で抑えているというのがこのダンシェイディーズのいいところですね。このモデルですね。このモデル、セレクトとリコイルというモデルですね。ここら辺も非常に人気なんですけど、でこの2つのモデル何が人気かというと、見てください。このそうです、そうです、このヒンジの部分ですね。このヒンジの部分が、ほら見てください、これバネになってるじゃないですか。これバネになってることで、僕ら顔が大きいんですけど、こことかちゃんとバネになるんで、このこめかみ部分が痛くならないんですよ。これってね、結構ついてると楽なんです。それで程よく押さえてくれるんで、例えば僕らが夏になるとこれ自転車とかやるんですけど、自転車バーンとずれてもちゃんとここにスプリングが効いて軽く押さえてくれるんで、意外とこれが安定性がいいっていうのがこのモデルなんですね。これがセレクトとリコイルっていうモデルなんです。はい、続いて紹介するのはこの丸めのなんかね、もう文化人みたいな感じのやつありますよね。これが ATZ というモデルで、これこそ本当におしゃれサングラスですよね。これですね、スタバ行って皆さんね、やっぱりパソコンやったり読書してするじゃないですか。こんな時にこれかけたらやっぱかっこいいですね。もしかしたらこれね、このね、アウトドアでもこれね、シティユースなんか一番いいやを感じするのがこの ATZ です。はい、最後紹介するのがこれ、フローティーっていうやつなんですよね。このフローティーどんなモデルかっていうと、名前のごとくフローティーだから浮くわけですよ。だからうちなんかだとヒカルちゃんなんか夏になるところでリバースアップガイドとかやるんですけど、ヒカルちゃんこれさ、結構みんな落とす人多かったでしょ。めっちゃ落としますガイド。ねすごく落としますよね。これが、まあ、本当に浮くっていうのがね、意外と便利なんですよ。この水辺で仕事する人、水辺で遊ぶ人、浮き上がったらここちゃんと浮いてくれるっていうのがこれいいところですね。これがフローティーっていうことです。はい、ということで今回ざーっと紹介しましたけど、このね、ダンシェイディーズ、これ全部なんですけど5000円から7000円で収まるっていうのは、これまたすごいいいところですよね。それでこのサングラスだけじゃないんですよ。実はこれ見てください。そうなんです、これ専用ケースがついてこの値段なんですよね。
だから万が一海外旅行行って落としちゃったとかなくしちゃったとかどっかで忘れてきちゃったって言っても、うん、我慢できればまたこの服買えるってぐらいの値段なんで、このサングラスはこの夏持っててもいいと思うんですよね。ということで今日紹介したのはダンシェーディーズです。うちの方ではマウンテンベース、あとは前橋のトリックスター両方で扱ってますからね、よかったらお店の方も見に来てください。かけてみてください。本当に軽いですからね。そして変光レンズ、ここら辺は要チェックです。よろしくお願いします。